本業の儲けを示す営業利益が前の年に比べ96.4%を増加し、5兆3529億円でした。最終的な儲けを示す純利益は4兆9449億円で、いずれもトヨタとして過去最高でした。半導体不足の解消などで世界での自動車の販売台数が前の年よりも7%増え、 九百四十四万台になったほか、円安が進んだことが好業績につながりました。s. M. B. C. 日興証券によりますと、国内企業の営業利益は。二千二十二年三月期のトヨタの二兆九千九百五十六億円が過去最高でしたが。これを上回る形になりました。ただ、来年三月までの決算では、人への投資を進めるなどとして。 営業利益はおよそ1兆円減って4兆3000億円になると見通しています。